ットの声援に後押しされるかのように入場してまいります。特別試合シングルマッチ時間無制限一本勝負を行います。田中さん、田中さん、青コーナー田中エンブレム245ポンド田中正人、田中さん、赤コーナー01290ポンド橋本真也、運命のゴングが打ち鳴らされました。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。顔面へのキックです。組みに行きます。ボディースラム、ロウを打ってまいります。あっとバックに回った。あっとエルボー、ブレンバスターに取ります。ストマックへの攻撃であります。掴みます。喉元に打ち込んでまいります。膝を使ってまいります。ロックアップ、逆に投げてまいります。打ち込んでまいります。投げてまいります。ストンピングを叩き込んでまいります。僕もそうなんですけど、プロというのは常に恐怖感との戦いですよね。だからいかにして精神面をタフにするかっていうことが大事になってきますよね。あ、なるほど、そうだったんですか。ハイキック側頭部、引き起こします。顔面を蹴り上げます。乾いた音が館内に響きます。逆に振り返した。橋本真也といえばやはり垂直落下式 DDT でありましょうか。この橋本が歴戦を制し時代を勝ち得た象徴ともいえる問答無用の必殺技が固有のリングでも炸裂するのでありましょうか。抱えます。強烈に打ち込みます。腕をフックします。 DDT 起こしてまいります。これを食うと苦しいですね。そうですね、今の技は垂直に落ちましたからね。首を締め上げてまいります。
持っていくのか。頭を掴んで爆殺キック、あと逆に繰り返した。ちょっと今カウンターになりましたよ。ブロッキー状況か。首根っこを掴んだ。ケサイギリをまたのように振りかざしていく。引き起こす。ブレンバスター行くのか。バット逆に投げていった。土蔵ロップに染み当たるキック。立たせていく。バックに回った。さあがっちり入ったぞ。これは強烈に決まってますね。腕をフックした。ブレンバスターで切り返した。これで決まったか。掴んだ。もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちで行くしかないですよね。はい、コブラクラッチに取った。回していった。あと顔面踏みつけ。もう打ち込む。振りかざす。足を抱えた。バックを取って打たせない。エルボーで返す。ドロップキック。またのようなチョップ。蹴り上げていく。10分経過、10メレッツゴー。ジャンピングしてのエルボー。ローキック強烈。腕を回した。そのまま叩きつけていった。いけるか。そのまま投げていった。抱き起こす。抱えた。ジャンピングしたろ DDT。 起こした。抱えた。首が悲鳴を上げた。どっから来るんですかこの力は。そうですね、意地じゃないですかね。もう気持ちだけですよ。肉体を躍動させる。さあ決まるか。こう掴んだ。手下げりの一気に料理するのか。起こした。腕を回した。垂直落下式の DDT。 完璧にたどり着きました。頭を掴んで蹴りをぶち込む。立たせていく。小脇に抱えさせません。おっと外した。腰に手をバット。耐えた。エルボーで切り返す。後ろ回し蹴り気味のフライングニールキック。ブレンバスター行くのか。